こういうさ、途中のやつつけていけば絶対なんかあるぞ。ない？ほらほらほら、4つつけるんじゃないんですか。おっきゃー、危ない。もうてっ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 てれんて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 れんて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 れんてんてん。いいよ。皆さんこんばんは、 MK です。スイッチ版スーパーマリオ 3D ワールドパート25やっていきましょう。今回も前回に引き続きワールド城を進めていきたいと思います。城の2真っ暗スイッチ遺跡からですね、頑張っていきましょう。そう、そして今せっかく猫マリオの状態ですので、ゴール直前まで取っておきたいと思います。そうすればゴールドフラッグも余裕で取れそうですよね。ですのでこういう途中のファイアフラワーは取らないように気をつけていきましょう。これは、ああなるほど、スイッチを全部押していくのね。アップななぜか反射したあのファイアボールで倒すことができました。で、全部のスイッチを押せれ、待って、危ないな。それ取っちゃダメですからね。あ、こういうのは全部つけていけばとかあるんじゃないですか。待て待て、落ち着け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 、ちゃんと倒すよ。 OK。 ファイアボールでスイッチは押せないみたいですので、ちゃんと自分の力で押していきましょう。あとは何もないな。いや、なんか怪しいな。あ、こういうさ、途中のやつつけていけば絶対なんかあるぞ。ない？ほらほらほら、4つつけるんじゃないんですか。おっきゃー、危ない。もうまあまあまあ、しょうがないや。はい、じゃあ次のファイアフラワーは取っていきたいと思います。中間ポイントくぐりまして、ファイアゲット。猫は消えないよね。おっと、わかってしまった。グリーンスター2枚目。今のむず、今のファイアフラワー適当に投げてなかったら間違えてましたよ。うわ、えぐ、えぐいな。はい、ジャンプしてジャンプして、これは先にやっちゃうもんね。オッケー。で、なんかないか。ないか、ないな。これも全部つけるやつですね。火を全部につけていきましょう。まだ、あ、ファイヤーは取らないよ。ファイヤーアップ取るまあいいんだいいんだいいんだ。はい、でここにも全部あるよね。ええ、嘘、やったよ全部、もうない。ええ、嘘だ。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。さっきのところ怪しくなかったか。まあでも先行っちゃうよ。バーッと進んで、どっちが正解？こっちが正解じゃない方だよね。オッケー。はい、ここでハンコをゲット。あと1枚のグリーンスターどっかでゲットしたいですね。どこにあるんだろうね。危ないよ。ここでファイヤーを失うのはだいぶダメ。だいぶダメだよ。だいぶダメって日本語下手くそ。あぶねえ。だいぶダメだよ。だいぶダメだよ。こう来てこう来て投げる。やばい、だいぶダメ、だいぶダメ。オッケー。で、何何何、そこがいけるようになったけども、グリーンスターは取れてないよ。行っちゃって大丈夫？なんだ？え、待て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 、入っちゃっていいのか。あ、こうか。あった、わかりづらい。よかった、取れてって取れててっていうか、見逃してなくて。はい、ということで最後ゴールしていきましょう。最後のゴールにはもちろん猫を使いたいと思います。やめて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 、そういうのやめて。で、猫を取る。で、こっから大きくジャンプ。あ、猫じゃなくてもいけた。オッケー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 。はい、ゴールドフラッグ取ることができました。で、前回の2つのコースゴールドフラッグ取れてないんですよね。ですのでそこをちょっと今回は取りに行きたいと思います。いいですよ、クリアスコアはいいとして、そこ行きましょう。ルイージで行った方がいいような気もするのよ、 MK さん。なんかそんな気もしない？ルイージだったらさらに高くジャンプできるから。うわ、でも微妙かな。待って、キノコの家は残しておきましょう。なんだ、お、MK さんのお箱来ました。ルーレットやっていきたいと思います。ここで残機を思いっきり増やしますよ。もう得意中の得意よ。いきます。てっ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 てれんて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 れんて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 れんてんてん。いいよ。てんて、うわいいよって言ったからミスったんだよ今。ダメだって、 MK さんに喋らせたら。歌ってる時はそれ以外喋んないの。セリフ入るとずれるんだから。まあ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 、できなかったものはしょうがないとして、じゃあまたここ行きましょうか。ファイアブロスの砦で、でここの2つをゴールドフラッグでクリアして今回は終わろう。いや、次のステージ行けそうだったら行く。待てよ、猫を残すためにファイアフラワーは取らずに行きますよ。落ち着け。行けるって、行ける行ける行ける。あとはもう普通にゴールすればいいだけだから。危ないよ。待て、ゴールすればいいだけだからね。落ち着いて落ち着いて落ち着いて。オッケー。なんか前回も言ったけど、なんでファイアブロスを倒せばキノコはクリボーもいなくなるんでしょうか。いまいちわかりませんが、ここはもうこうやっていっちゃうもんね。で、こう来て、あ、やべ、うーん、まあいいや。
いい最終的には最後、取れればいいだけですので、ファイヤーはあげましょう。っていうかどっかで手に入るんじゃないか、入んないか入んなそうだな。しかも入んない上に次のやつむずそうじゃない。待て、こう来て踏め踏め、だったら踏め、だったら踏め、オッケー。で猫を取ってこのまま行きましょう。いけ、待って、最後いなかったっけ、やべ。こう来て、危ない。いいよ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 、ルイージで来るって言ってマリオできちゃった。大きくジャンプしてオッケーなんとかゴールドフラッグ取りました。いや怖、マジで怖いんだけど本当に心臓に悪いはこのことなんだけど、心臓に悪い、ん、日本語おかしかったな。心臓に悪いとはこのことなんですけども、そしたらゴールドフラッグ取れましたので、次のあのめちゃくちゃ難しいステージやっていきたいと思います。マリオで行くか。いや待って、これ猫で行っちゃまずいな。一旦ここ挟もう一旦ここで当たりを引きたい、当たりを引きたい。 MK3 OK で、あ、猫猫で行こうか。そうだね、猫猫で行ってあそこをささっとクリアして、でもう一ステージ行けそうだな。じゃあもう一ステージも行きます。じゃあ先そっち行くかもう一ステージクリアしてちょっとそっち行こう。でここも猫維持しようか、できるだけ。そうしないとまた最後のところでやられるかもしれないんでね、ドンケツのあっち対あっちっち対行きましょう。 あったなこんなの。待てよ、覚えてるぞ、なんとなく MK さん覚えてるぞ。ドンケツ落としていかないといけないんだっけ。フリースター出てくるこれで。あ、関係ないね、それは関係ないみたいだ。はい、そしてこういうとこでしょ。あー、コインだけ。カロンさん気ぃつけてね。ここちなみに水晶は何なんだろう。あ、ファイヤーなんだ。あ、ぺぺぺぽぽ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 ぽ、もうちょっと、もうちょっと余裕持っていかないとダメだね。そしたら猫は取っておきたいのでファイヤーでいこう。こう来て、ドンケツいらないよ。あぶね、ま、ぶね、マジで危ねえじゃんマジで危なかったじゃん今。でファイヤーのこっちまで来るんかい。ヒップドロップ押す、オッケー。ファイヤー危ない、カロン倒す。待てよ、いい。グリーンスターは、あ、なんか奥にもあった。グリーンスターはまだだ、グリーンスターはまだです。あぶ、ペッ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 。いや余裕こくとダメだよね、こういう感じで。 MK さんが悪いところ出ちゃってるから、本当にゆっくり行こう。じゃあもう何も、急がば回れ、急がば回れとはこのこと。ぶねって急がば回れって言った瞬間でしょ。はい、カロン踏んで、あっ、ぶ、ちょっと大丈夫か。どうしたどうしたどうした、なんか何かの焦りが出てるか何かの焦りが出てるよ。 MK さん落ち着いて、今日どうした。まあ、前回もね、てかむずいんだよこのステージが前回もね、なんだかんだあのゴールドフラッグを連続で取れないというミスを犯しましたが、 MK さんちょっと調子が悪いんでしょうか、それともやっぱりこのステージが難しいということなんでしょうか。まあ、どっちもあるということなんでしょうか。これは難しいね絶対にね。いいよ、これダッシュで行っちゃっていいやつ。いやダッシュはまずいな、歩きの方がいい。 OK ゲットで、アップねって、よし、これでもいけるな、ほい出た出た出た。遠くを見ていきましょう。グリーンスター1枚ありました、それだけ。ハンコは、ハンコはないか、下系とかないよね。あそこにグリーンスターが1枚あるだけか。よし、わかった、ハンコある、あった、ハンコあった、ハンコありました。いやここむずいんだよ普通にMK さんが下手くそなんじゃねえ、むずいんだここが。でハンコ取った、ここにいればいいのか。いやでもなんか逆にそういうことするとミスりそうだな。待てよ、逆、あ、ミステリーボックスあった、それを取って、であれで3枚目だ。よし行きますよ、なんだ、あ、それは余裕よ、余裕の余裕。はいグリスターゲット2枚で、ハンコもゲットした。でラスト1個ね、落ち着け、今の勢いで行ったらやられてた今の勢いで行くのがいつもの MK さん、でも今日の MK さんは1回待つ、それが進化だね、 MK さんのね進化だよ。落ち着け、こういうとこもだよ、最後1枚あったから、あったからね、余裕こ、余裕こいちゃダメよ。待て待て待て、やめて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 、邪魔されるの禁止。であったな、さっきこの辺にあったな、猫は残しておきたい、あった、あぶね、いや、いい、猫あるから、猫あるから。でぐるっと回る、来るよ、ジャンプで、こう来て、
報来て、あ、それはひどい、それはひどいね、ペッペ、あぶね、今よいったな今壁キックに頼らないといけないと思いましたが、なんとか行けました。そしたら猫はあるけど、まあ自力で行こうか。待てよ待てよ、ヒップドロップ、ヒップドロップで行けば結構なあれが狙えるんだけども、待て、ここで猫やってやれるのが一番まずいのね。ほい、オッケー、一体落としたよ、この調子。危ね、ヒップ、よし、2体落としたもう1体、ラスト1体、オッケー、むずいむずい。で最後が、え、何、いや猫でいきます。 MK さんは猫でいく、こういうところで調子こくとダメ、オッケーいいぞ、いやむずかったな今のステージ、ちょっと時間かかっちゃったから、次回じゃあ灼熱ジャンクションやるうわ、えぐかったの。おー、レンガブロック。レンガブロックの、あれなことある？レンガブロックのハンコ、あんまり欲しくないような気もしますが、はい、そしたら次は何が出てくるんでしょうか。おっと、ゴロボンか、ゴロボン行くか、はい、うわー、ドンケツプリンス行くかのどっちかか。まあでも MK さんはそこに行く前に、次回ここのゴールドフラッグからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。